よ、クリリンもピッコロも石から元に戻ったんだな。悟空、よかった、お前が生きて。はっきり言うぞ、無理だ、オラには。けど一つだけ、中で寝ている二人、いいぞ、みとりあえず魔人ブーが大丈夫なの、おじさん。まあ、すこ。よう。そうだな。これがスーパーサイヤ人。そしてこれがスーパーサイヤ人を超えたスーパーサイヤ人。そして、これが、さ、これが、スーパーサイヤ人3だ。時間がかかってすまなかったな。まだこの辺。怖い顔になったってちっとも怖くないぞ。おい、お前と戦うの面白い。もっ、そいつは光栄だな。だけど、いつまでもおめえとばかり遊んでらんねえんだ。悪いが、
よし、もう少ししか時間がなくなっちまった。おめえら気合い入れてやんねえとおしめだぞ。はい先生。なんだ、やけに素直になったな。まあいっか、さす。悟空、もうそろそろ時間じゃ。あの世に帰るぞい。そっか、ピッコロ、あとは頼んだ。あの世でご飯に会ったらよろしく言っといてやるさ。あの、私、ご飯くんはまだ生きてると思うんです。ご飯の気はやっぱ感じねえ。でも、生きてっといいな。あ、ちょっと待つだ悟空さん。御殿が抱っこしてほしそうだべ。なんだ、だったら早く言いやよかったのによ。御殿、か、うん。じゃあみんな、死んだらまた会おうな。あの野郎。大丈夫かおめえ。お父さん、え、なぜ下界に。貴様、確か前にも会ったな。そうだ、妙な変身をしたやつだ。バカなやつだ。あの時の魔人ブーとは根本的に次元が違うのがわからんのか。はは、偉そうにしてられんのも今のうちだぞ。こっちはものすげえパワーアップアイテムを用意してんだ。ご飯、受け取れ。しまった、取るのに失敗した。一体何を投げたんですか。拾え、早く。そいつを右の耳につけるんだ。オラと合体してブーを倒すんだ。なんだと、合体。そんなことをしても無駄。なんだ、フュージョンしたチビたちが元に戻っちまったみてえだな。もしもの時のために保険をかけておいてよかったよ。え？うわ！
を吸収するなんて、そりゃねえだろう。もう。これはいい。前よりさらにパワーアップしてしまったぞ。ご飯との合体が、ちくしょう。誰か他のやつを探しに行かねえと。この木はまさか。カカロット。なぜだ。こいつをおめえもつければ、オラとおめえと合体できんだ。とんでもねえ力を持った戦士が生まれる。合体だと？ふざけるな。なぜ俺が貴様なんかと。断る。おめえなら多分そう言うだろうと思ったけどよ、それしかねえんだ。魔人ブーに勝つにはさ、貴様と一緒になるぐらいなら消された方がマシだ。ベジータ、トランクスは奴に吸収されちまったんだぞ。よこせ、早く。いい。サンキュー、ベジ。よっしゃ。ベジータとカカロットが合体して、ベジットってところかな。はは、見つけたぞ。こいつがスーパーベジット。それやっ、
汚いぞ貴様が、こうなったら貴様を吸収してやる。よし、バリア。あやつ大したもんじゃ。吸収された連中を助けるためにわざとブーに吸収されたんじゃ。でも悟空さんたちの合体が解け、おそらくブーの体内の嫌な空気。おいカカロット、こっちだ。トランクスたちがいたぞ。いいぞベジータ、早いとこひっぺが。おかしいと思ったらお前たちの仕業か。せっかく吸収した奴らをよくも剥がしたな。ちくしょう、ずいぶん。今のお前じゃ俺は倒せない。
こうなったら出口探して逃げるしかねえか。行くぞベジータ。待てカカロット、このデブのブーをひっぺがしてみ。やめろ、そいつだけは無理にちぎってはダメだ。見つけたぞ。ギーギーな、でけえ。ベジータこっちだ。みんなと瞬間移動する。サタン、おめえも捕まれ。おい、お前のポタラを悟空たちにやるんじゃ。もう一度合体すればあんなの楽勝。いや、こいつはもういい。ケース、やっぱこいつはさ、オラたち向きじゃん。よく言ったな、カカロット。それこそがサイヤ人だ。よし。おっ、よし。おい、こい。やるじゃねえかさ。ついに魔人ブーは消え去った。
それは文字通り細胞一つ残さず完全に消え去ったのである。そして世界には平和が戻り、